バグルスは、イングランド出身のニューウェイブディを、楽曲、ラジオスターの悲劇のヒットで知られる、ニューウェイブ機の代表的グループ。1970年代に、トレバー・ホーン、ジェフ・ダウンズ、ブルース・ウーリーの3人は、イギリスのシンガー、ティナ・チャールズのバックバンドとして、キャリアをスタートさせている。1977年、ホーン、ダウンズ、ウーリーにより、バグルスを結成。 トレバ・ホーンは当初よりプロデューサー志向であり、3人で多くの CM 関係の音楽を制作している。現在、ハリウッドで映画音楽作曲家として活躍するハンス・ジマーも裏方として参加しており、ホーンとジマーは後に映画トイズで共作もしている。その後、ウーリーは自身のグループザ・カメラ・クラブに注力するため離脱。1979年に、 デビュー曲のラジオスターの悲劇が前衛1位の大ヒットを記録。書出はザ・カメラ・クラブのアルバム収録曲であったが、バグルスのバージョンは秀逸に計算した音作りに仕上げ、ニューウェーブの時代を象徴する一曲となった。ファーストアルバムラジオスターの悲劇発表後の1980年、ホーンとダウンズの二人は揃ってイエスに加入する。ホーンがボーカル、 ダウンズがキーボードを担当したイエスは、アルバム、ドラマを発表し、欧米のツアーを行った。しかし、従来のイエスファンからは、ボーカリストの交代が不評をもって迎えられ、ツアー終了後に、ホーンが脱退し、イエスは、解散状態になった。1981年、二人は再びバグルスとして、セカンドアルバム。 モダンレコーディングの冒険を発表するが、間もなく、活動を停止した。モダンレコーディングの冒険を編集している頃は、ダウンズはすでに制作から去って、エイジアの結成に参加しており、ホーン一人での作業だった。このため、当時、実質的に、バグルスは、ホーンの個人バンドであったと認識されるに至っている。その後、ホーンは、売れっ子プロデューサーとして一時代を築き、 ZTT レコーズの設立にも名を連ねた。一方、ダウンズはエイジュアの中心人物として活動を継続している。楽曲、ラジオスターの悲劇は1981年8月1日にアメリカで開局した MTV が記念すべき1曲目のミュージックビデオに採用。その他多くのアーティストによってカバーされた。2000年6月、 ブロードバンドによるパロディー音楽、ビデオスターの悲劇としてカバーされ、ショックウェーブ .com でフラッシュアニメーションとして配信された。2004年11月11日、ホーン、ダウンズ、ウーリーはウェンブリーアリーナで行われたチャールズ交代支援宅基金のチャリティーコンサートに再びバグルスとして参加し、ラジオスターの悲劇多を演奏した。2010年にホーンは、 バグルスの再結成を宣言し、9月28日、ロンドン郊外にあるザ・サパークラブロンドンにて、31年目にして、初のフルライブ、ザ・ロスト・ギグが行われた。この頃、3枚目のアルバム制作についても示唆されている。2011年、イエスのアルバム、フライ・フロム・ヒアに、ダウンズがメンバーとして参加し、ホーンがプロデュースを担当した。 兄弟曲は二人がイエスに参加していた頃に作られた楽曲をベースに再構成されている。原曲のバグルスバージョンは2010年に発売されたモダンレコーディングの冒険再発 CD にボーナストラックとして収録されている。前年に続き、人よ限りの再結成ライブを10月25日に開催した。ありがとうございます。